皆さんこんにちは、リキューです。今回はゲーミングモニターについて、エイサーさんから HDMI 2.1 に対応した新しい製品が発表されました。今回は複数の製品が発表されたんですけれども、その中に HDMI 2.1 に対応していることが発表されている製品がありましたので、今回は短いですがそちらをご紹介したいと思います。まずはじめに注意事項です。このチャンネルでは企業が発表するオフィシャルの情報を基本としておりますが、一部メディア発表やリーク情報も含みます。内容は編集時点のものです。動画公開後に事実と異なってしまう場合もございます。情報の正確性の確保に努めておりますが、気になる点がございましたらオリジナルのソースをご確認ください。それでは内容に入ります。今回エイサーさんがプレスカンファレンスというものを開催しました。こちらです。 Next at Acer と読むんだと思うんですけれども、そういったイベントをオンラインで開催しています。グローバルプレスカンファレンス2021、 YouTube で動画が公開されていました。すべて英語ですけれども、たくさんの商品が紹介されていました。今回ご紹介するゲーミングモニター以外にもノートパソコンも含めて非常にたくさんの製品が紹介されていました。興味のある方は YouTube に公開されていますので動画をご覧いただければと思います。その中でゲーミングモニター、今回3つの製品が発表されました。こちらもプレスリリース別に出ていますので、興味のある方はこちらもご覧いただければと思います。今回発表されたのはゲーミングモニター、エイサーさんのブランドでプレデターというものがあります。そのプレデターラインに3つの製品が追加されるという情報が発表されました。それがこちらの3製品です。 CG437KS、 それから X38の S、 そして X28、 この3つの製品です。その中でこの一番左の CG437KS だけ HDMI 2.1 に対応していることが発表されています。それ以外の2つの製品、ポートについては情報が開示されていません。それでは3つの製品、現在開示されている情報をまとめてみました。まず CG437KS、 これは型番の通り43インチのゲーミングモニターです。解像度は 4K、 応答速度は 1ms です。リフレッシュレートは 144Hz、 ディスプレイ HDR1000 に対応していますので非常に明るいモニターです。 HDMI 2.1 のポートが2つある、多分2つだと思います。ペアとか書いてあったんで2つだと思うんですけれども、約1800ドルで今年の11月に発売予定となっています。 G-SYNC と VRR に対応することが記載されていました。最近この40インチを超えるようなゲーミングモニター増えてきています。おそらくテレビのパネルを流用してるんだと思うんですけれども、欧米を中心にゲーミングモニターの大画面化が徐々に進んできています。それ以外の2つの製品、現状では HDMI 2.1 への対応は発表されていませんが、一応簡単にご紹介していきたいと思います。まず X38S、 ご覧のように曲面のワイドのゲーミングモニター、 2300R という曲率です。 IPS38 インチ、解像度は 3840×1600 です。音速度は 0.3ms、 これはミニマム値ですので実際にはもうちょっと大きな数字になると思います。リフレッシュレートは 175Hz、 この2つは確かオーバードライブの時の数字だと思います。ディスプレイ HDR600 に対応して約2000ドルで9月に発売予定となっています。続いて X28、 こちらは IPS28インチの 4K のモニターです。リフレッシュレートは 155Hz、 音速度は 1ms です。このスペック的に他社でもこのぐらいで HDMI 2.1 に対応しているゲーミングモニターありますので、まだこちらの製品 HDMI 2.1 への対応の可能性は残っていると思います。ディスプレイ HDR400 で1300ドルですので結構高い値段をつけています。以上、今回非常に短いですが3つの製品エイサーさんから発表されましたので簡単にまとめてご紹介いたしました。これまでこちらのチャンネルでご紹介してきております HDMI 2.1 に対応したゲーミングモニター、すべて海外メーカーの製品です。日本メーカー、例えば IO データさんとか飯山さんもゲーミングモニター作っています。最近も新製品どんどん発表しているんですけれども、残念ながら HDMI 2.1 に対応している製品はありません。やっぱり日本のメーカーは日本マーケットをメインにしてますので、なかなかやっぱり海外メーカーと比較して、捌ける台数ってのがだいぶ違ってきてしまうのかなと思います。そうなると HDMI 2.1 に対応しているゲーミングモニターのニーズ、現状ではまだそんなに高くないと思いますので、作れないから出さないというよりは、売れないから出さないっていうことかなって思います。エイサーさんとか、エイスースさんとか、この辺のブランドはアメリカやヨーロッパ、そして中国でも販売しています。ですので日本のメーカーと比較して製造販売する台数がおそらく桁が違うぐらい作ってると思いますので、まだまだシェアが小さい HDMI 2.1 のモニターであっても結構な台数さばけると思いますので、そういうのもあってやっぱり日本メーカーと比較するとだいぶ早く HDMI 2.1 のモニターを作れるのかなって思いました。日本メーカーどこが最初に HDMI 2.1 への対応を進めるのかまだわかりませんが、もうちょっと先になる
になってしまうのかなという気もしています。というわけで今回この辺で失礼いたします。ありがとうございました。